同胞伊藤純也に部がある本人は帰国せずに捜査官がフランスへ。サッカー日本代表 MF 伊藤純也の代理人弁護士の加藤博太郎氏が5日、都内でスポニチの取材に応じ次のようにコメントした。今後、伊藤が事情聴取のために帰国する可能性は低いといい、もしかしたら捜査官がフランスに行って話を聞くことはあるかもしれないが、伊藤選手に帰国する要請は全くないと明かした。加藤弁護士によると、すでに多くの客観的証拠を提出しているといい、警察とのやり取りでは、こちらの見立てですけど、伊藤選手側に部があると思っている。告訴状に書かれている事実が全く違う。伊藤選手に迷惑をかけるわけにはいかないので、日本に呼んで取り調べるとかは考えていないと思いますと話した。最終的には警察の判断ではあるけども、これを記事にした新潮はもし間違いなら相応の責任を負うべき。売り上げや PV のために何を書いてもいいなんてことが、いつまでも許されていてはいけない。3月のダブル杯予選には出たいという記事を見ました。もしジュニアが悪いことをしてこんな状態にあったら、そんな前向きな言葉は出てこないと思う。きっとジュニアはシロだから、こんないざこざ早く終わらせてまた今までみたいな日常に戻りたいと思っていると思う。そう思いたい。女性は起訴されて刑事裁判の被告になる可能性が十分にあります。そしたら当然お名前も出ます。有罪になれば世の中から相当批判される人生になることを覚悟していただきたいです。これ有罪であればかなり悪質だと思います。罪が確定してないのに全国にさらされる伊藤選手。同様に女二人の顔、名前、職業公表しないとフェアじゃないでしょ。そんな女に興味もないけど公平性に欠けるよ。週刊誌も何の権利があって犯罪者と決まったわけでない人を攻撃するんだ。自分の家族が同じ目にあっても絶対全国にさらせよ。何が事実で何が嘘か知らんけど、俺はただ伊藤純也の人間性を信じてる。ただ一緒に付き合わされて飲んだだけだろってな。これが虚偽だった場合は1兆円くらい請求してほしいわ。なんでアジアカップに被せてきたのか。長引けばその分伊藤純也のメンタル面への影響どんどん大きくなるから、どうか早めに嘘つきましたって言ってくれよ。マジでさ、本当にでっち上げならサッカー協会も訴えてもいいレベル。